宝塚の横に未熟ってことを書くのはかなりやっぱり勇気が<う>今回のブックスタンド TV のゲストは社会学者周藤しき。未熟なものをめでるっていうのは結構矛盾してるところがあって未熟さが愛される独特の日本アイドル文化とはなぜ自分が人気がないのかもすごいわかりました <laughs> <laughs> こんばんはブックスランド TV 今夜もお届けしたいと思いますデカミちゃんよろしくお願いしますお願いしますいや今日はもう奇恵の社会学者が来てくれましたねデカミちゃんそうですも本当この番組じゃなければ会えないまあねお話を聞くこともなかったであろうこの人生ではそうじゃ早速ご紹介しますねデカミちゃん新刊未熟さの系譜宝塚からジャニーズまでが話題の著者周藤義樹さんですよろしくお願いしますお願しまお願いしますお願いします ゲストのシュートヨシキは同様の歴史などに焦点を当てながら文化社会学、ポピュラー音楽を研究する学者。あのシュートさん先ほど楽屋に行ったらですね、はい、やっぱ学者さんらしく、デカミちゃんの本をね読み込ん, <laughs> るんでいらした。ありがとうございます。そんな、はい、あの自分で言うのは本体ですけど、なんかそんなに大したこと書いてないです。どう <laughs> <ら> <laughs> でしょうか。いやでも読み込んだ上で。 今日望んできてくれます。はい、ありがとうございます。でかみちゃまじゃあシュートさんの本は。あ、もちろんですもん。も<ー>読ませていただいて。もう。めちゃめちゃ、こう、いろんな意味での面白さがありました。うん。シュートーさんの著書。未熟さの系譜。宝塚からジャニーズまでは。近代から続く。日本独自のアイドル文化を。未熟さの観点から切り込む一冊。この本の中には。 い,いわゆる宝塚かとかね、はい、あとジャニーズそしてグループサウンズ、うん、そして、まあ、いわゆるデカミちゃんの好きなアイドルの、まあ、いわゆる、はい、女性アイドル,イドルスター誕生ですねうん、うん、数多く取り上げられてますけどデカミちゃん的になんか一番これなんかグッときたなみたいな何かありますか うんあのー、宝塚もその、はい、あ最初こういう成り立ちだったんだっていう今宝塚好きみたいな方とかいたらそ,それこそ完璧なものを見たい人が好きなものだったり未熟のでですすよ今そ,うそうなんです、うん、本当未熟の対局にあるもの,その完璧なプロ集団を見たいっていう人たちが宝塚を好きっていう印象があったので,で、ねうん、あ宝塚も最初はその未熟さをめでるとこから始まってるんだっていう。うんうん でも確かに本を読んで思ったのが、はい、そのもう毎年みんな注目するじゃないですか入学できるのかどうか。と、はいうか <laughs> あのなんかど独特のというか、はいうん、ああいうのやっぱりこう私もワクワクして見ちゃうし、はいうん、それって確かにそのここからスターになる人が、うん、天海祐希さんにみたいになったりとかする方が生まれるかもっていう期待を持って見てる節はあって。 だなってこう、読んで自分の未熟さをめでる心に気づかされる、はいえー。そうか、そうか。まあ、でも宝塚も確かにファンの方とか、いわゆる隅っこに踊っている方がどんどん前に行く様っていうのを、うん。好きだったり。好きだったりしますよね。ねでも本当宝塚で最初は。 なんか学芸会みたいなそうですねだったんですかです、ねはい、一番最初の演目はドンブラコって言われる <laughs> ドンブラコあのまあも太郎のあの物語をあのえっとピアノの伴奏とかをつけてまあミュージカル仕立てにしたものが最初の演目だったんですねすごいですよねなんかそのまあ結構本にも書かれてる内容ではあるんですけどなんかその実際にあそこまでのプロ集団になる、はい。えー のがすごいなってその改めて思っちゃったというかでもやっぱりそのあのあさっきハラサム言ったようにこうどんどんスターになっていく様を応援したいっていうのはなんかやっぱ受け継がれてるのかなみたいなその未熟さをめでるみたいな部分がそれねやっぱり日本独特なのかな例えば K-POP とか海外のアイドルってもう散々苦労してトレーニングして完璧な状態でデビューするじゃないですかなんかデカミちゃんの好きなハロプロもそうですけど もうそこまでのプロセスを楽しむっていう、うんうん、これって結構日本独自なもんなんですかね。そうですね。日本にはかなりそういう、まあもしかしたら世界中探せば一つや二つうん、うん、まあ見つかるかもしれませんけれども、うんうん、まあここまでこう広くそういうものがこうフォーマットとして一般化してるっていうまあ芸能というかおいおいメディア文化っていうのは珍しいんじゃないかなとは思いますね。でもそのすごいドライな言い方すると。 これ稼げるぞっていう芸能関係の人が多分いっぱいいてもう受け継がれてきたんだろうなっていうあの芸能事務所の話とかも結構書かれてたじゃないですかこことここの事務所そうなんみたいな兄弟ななみたいななんかそういうのがすごい多くて子供なのみたいな <laughs> もねでもそこにいるとあのジャニーズの話も出てきますけどジャニーズと米軍みたいなショーがあったじゃないですかあれも面白かったなかなかそんな本ないよ。<laughs> で、で、ジャニーズっていうと、なんと僕の中で言うと、やっぱり、まあ、いわゆる少年。ある種、マッチョなもと対局に、あ、じゃないですか、その理由っていうのに、その戦争。っていうのがあって、で、その本の中でも書かれてますけど、ジャニーズから沖縄出身の人はデビューしたっていないってい九州も少ないっていうのを聞いたことありますよね。ある、ある、ある。なんか、そう、九州もそうかもしれないですけど、男的なこの街ズムみたいな、ちょっと距離を置こうとしてるっていう、そこがあって、今の。 ジャニーズのの文化があるのかなってこの本にあの書いたことはそのジャニーさんがじゃあどうやってこうそもそもジャニーズ事務所というのを始めたのかっていうのをまああの考えてる章があるんですけれどもまあジャニーさんはもともとアメリカ人ロサンゼルスから日本にやって来られた方でまあ日本にあのどういう経緯でやってきたかっていうとまあそのあの米軍関係の施設の中にまああの。 で働くということで日本にやってこられているわけですけれどもまあその,あの中でやってたお仕事というのがあの日本の陸上自衛隊の創設に関わるまあマーグ・ジェイというまあ部門があってでその中でおそらくまあ事務的な作業とかまあそういうふうなまああのまあ当時ジャニーさんはお若いですからそんな何かこう意思決定に携わる部門にいた わけけではないいと思いますけれども、まあ、通訳とかそういったようなことをなさっていてで、えー、まあそういうふうなこう、まあ、日本のまあ占領とかあ,の、まあ、あるいは戦争が終わって日本が占領されて、まあ、その中であの戦後の民主化の政策だとかを展開していくというその最後の,まああの段階で、えー、まあ60年代にワシントン・ハイツというところであのジャニーさんがそのジャニーズ事務所の原型となるジャニーズ球団という野球チームをまあ指導してたとい いうところが非常に歴史のこう面白いところだなと思います、ね、ですけど日本の芸能界でいうと、もういわゆる戦後でいうとアメリカっていう強大な大人がいて、でこれ日本っていうのはもう未熟、うんま、そもそもが日本、まあ、がそういうね。 で、その日本の芸能界時代も、そのアメリカって大人の影響を、まあ、いわゆるマチュアなものをね。うん、それ近づきて、変な影響を受けながら、独特に出来上がったってもあるんですよね。そうですね。あの、明治実行ですね。うん、あの、夏目漱石の時代なんていうのを考えてみると。あの、日本は未熟でいかんと言ってたわけですよね。近代化しなきゃいけないとか。どんどんこう富国強兵だとかっていう,う、まあ、成長を、こう、まあ、なんというか。あの。 目指してたと、うん、まあ社会全体でそういうところあったと思うんですけれども、うん、あの日本が経済的にある程度こう、まあ、豊かさを手に入れていくと<ー>なんかそういうふうな西洋のそういうあのに追いつけみたいなことじゃなくていや俺たちは俺たちで、うん、あのこういう,こうまあ世界で楽しんでいくからみたいなですねなんかそういうフォーマットができていったのかなというのを思うんですけれども、うんうん、そうやって出来上がってきた未熟さをめでる日本文化は伝れることなく。 今もなお脈々と受け継がれているわよね。あの繰り返し同じようなことなんでこう続けられるんだろうって思うと。うん、このアイドルとか、そういう子供、まあ未熟なものをめでるっていうのは結構矛盾しているところがあって。うん、一方では可愛くあってほしいと。うん、いつまでも幼くとか、はい、あのまあ恋愛しないでねとかですね。うん、そういうふうなこういろいろお約束を求める一方で、<ー>あの成長していく姿を見たいと。うん、あの。 まあ頑張って、えー、とスターになってとか、うん、トップスターの階段を上っていってというふうなことを応援したいとい矛盾があるっていうことはある意味ではこう永遠に到達されないというか。 完璧なそういうまあ究極のアイドルというものが生まれないという意味ではじゃああるまあアイドルがピークを過ぎたらじゃあ次の子を送り出しましょうまた次の子を送り出しましょうそれだけじゃ足りないからじゃあ学校作っちゃいましょうというような形でまああのそういう,こう繰り返し反復されてきたのかなというふうには思いますね。不思議でですすよね自分はやっぱあのハロロープロジェクトすごい大好きなんではい、はい でそのハロプロはやっぱアイドルファンの中でもハロプロ好きっていうと、うん、あパフォーマンス重視なんですね,ですねっていう感じで言われるんですで実際そううだと思うんですけど、うん、やっぱりそのデビューした瞬間からスーパー完璧だった子っていうのは、うん、まあ本当に一握りで、はい、やっぱりその成長を楽しんでる部分も、うんはい、がすごい大きくて自分の場合は本当に些細なことですけどジーパンって言ってた子が大人になって。 デニムって言ってて言るよんかそのちょっとこう嬉しさとなんかこう胸の奥がキュッとなる、うん、あもうお年頃なんだねみたいな<ー>瞬間とかを見ると私は結構その変化していくアイドルを楽しめるタイプなんであのその切なさとともに生きれるタイプなんですけどやっぱ中にはそれであのじゃあ次の未熟な子というかまあ新メンバーを応援しようって方もやっぱいますから応援スタイルとしてね。すごいこうなんか 目に潰されながら読、ね、読む部分もたくさんあって。でも、そのアイドルファンこそ、はい、あの読むべきだとも、本当に思いました。ね、アイドルファンこそ読むべき。周囲の反響は。この後、さらに深堀。なんか、私の中で、こう未熟の対極にあるアーティストって、今誰なんだろうとかも考えながら読んでたんですけど。うん、まあ、例えば、ミーシャさんとか、未熟じゃないですね。 キャッチーなタイトルが目を引く著書ですが周りの反響はどううだったんでしょうか実際出されてみてどのような反響これさすが編集者サブタイトル「ジャーニーズの宝塚」って言えるなと思いましたけど。<laughs> いや <laughs> 確かにね こ,このリスクを背負うのは周道さんですからね。これ入れ入た方がい,いですって言ったかもしれないき躊躇しますよ、ねね、あのうん、うん、ジャニーズはともかくその宝塚の横に未熟ってことを書くのはかなりやっぱり勇気があってあ、ね、まあ今の宝塚は違うっていうふうな、まあ、ことは当然思われると思うのですけど今のことじゃなくて昔の話だよってことではあるんですけど反響ということに関して言うと。うん 芸能の現場であの働いていらっしゃる方とか音楽の現場で働いていらっしゃる方が読んでくださったっていうのが結構僕の中では嬉しくてあの音楽プロデューサーの松尾清さんがあ「のあのケミストリー」とか「エグザイルとか「平井堅とか。 まさにどちらかというと未熟ななもものよりもマチュアな世界まあ彼は「メローっていう言葉を好んで使っていらっしゃいますけれどもまあその清濁併せ飲んで大人のそういう何う、まあ、というかこうあの歌を歌っていくというか、うん、まあそういうふうなこうものを目指していらっしゃる方があの読んで「あこれはあの面白かったと」とそれこそ「アイドルファンこそ読んだ方がいい」というようなことをおっしゃっていただいたのがすごく僕としては嬉しくて。で僕自身はは未熟なのはいかんと あの日本人をもっとと目覚めなさいとかですねそういうことを思って書いてるわけではなくて、まあ、これはこれであ、まあ、一つのあり方としてはあるんだろうというふうには思っていてどちらがいいどちらがダメというふうなことは考えずにまあ書くようにはしてたんですけれども、まあ、そういう意味でいうとこう、まあ、あのいろんなあの立場の方というかいろいろなこう価値観を持っていらっしゃる方にこの言葉が淡々とあの響いていって考えていってくだされると嬉しいななんていうのは 思ったりします全員読んだ,方がいいだからそのやっぱりオタクとしてすごい日々意識してるのが、うん、やっぱ一人人の人間を消費ししてててるるなと思ってるんです、はい、どうしてもそこは自覚あるとだからそことどう向き合うかっていうのがめちゃめちゃオタクテーマとしてあるんで、えー、これを一回読むっていうのはいいかもしれないなその推しメンと向き合うにあたって。はるぽどうんまあ、ポーズとかね女性アイドルだけじゃなくてもジャニーズも、ね、そうジャニーズもそうだし宝塚のファンの方もそうだし。うん ライブアイドルの運営してる人とかにも読んでほしい。なるほどの運営の方。自分は何を。何で飯食ってるのかってこう自覚してほしい、はい。<laughs> そうです、ね。<laughs> どういう心理や。どういうこう脈脈と本当に受け継がれた。そうね。そう。だしなんかその。 なんだろうな、なんか私のことをね、好きで、番組見てくださっている方も、うんはい、まあ、少なくともいらっしゃると思う。手前言いづらいんですけど、なぜ自分が人気がないのかも、すごいわかりました <laughs> 未熟じゃ、未熟ですよ、未熟者なんですけど、はいはい、そのアイドルファンという市場においては、未熟じゃなさすぎる。自立して、そうに見えてすぎると思いましたね、自分は。まあ,まあまあ、そこまででも自覚なそそう。実態はそうでもないんですけど、あ,<ー>あの子は。 まあ僕が応援しなくても生きていけるよねという意味神ちゃん一人でも大丈夫だね<ー>と、そうですそうです。思われがちだなるほどと思いながら、もうちょっと未熟に見せてよかったかもなんて思いながら。<laughs> <laughs> まあでもやっぱコンテンツのあり方として、やっぱ今までっていうとやっぱ日本のコンテンツ、日本市場だけでまあ十いなふっていうか、まあそう時給自足できてましたけど、はい。 韓国とかはもうそうじゃできないからあらかじめ目に向けてるですもう世界に向かってすすごいでからねだからこの未熟なままでいいのかっていうのはねちょっと思うところもあるしね今後。ただ k p o p も見ていくとやっぱりこうデビューした時にこの子たちが後のブラックピンクみたいになるかもとか BTS みたいになるかもっていうやっぱりそのどこか未熟さを見出してパフォーマンスがどれだけ完璧でも。 なんかこうインタビュー中の幼さとか、うん、等身大の年齢っぽさみたいなのを見出して応援している人やっぱいるなとは思うんで、はいまあ、どこかにあるんでしょうねそのなんかうね、うんうん、多分アメリカのこう、まあ、ショービジネスの世界とか、まあ、完璧なパフォーマンスっていうようなことは目指しつつも、うんうん、この日本のなんていうかアイドル産業のノウハウみたいなものもうまくミックスしてるところはあると思うんですね。うんうんうん まあ日本の場合はあのアイドルの世界というかがまあこうコンテンツ産業というか市場としてまあ,ある程度こう買ってくれる人がいたあのところがあったと思うんですけどまあどんどんこれからそういう意味では日本の経済がちっちゃくなっていくとすると海外に目を向けるしかないわけでまあそういう意味ではあの一つの あのお手本としての K ポップの世界っていうのがあるんじゃないかなとは思いますね。確かに。うん、まあでもね、今後日本のそのエンタメコンテンツがどうなるのかっていうことで、まあ修斗先生にですね、あらかじめちょっとアンケート投げかったところ、<お>キーワード二つ返ってきてまして、<お>アジアとジェンダーだと思っていますと。日本のエンターテイメントのきっかけになり得るのはアジアとジェンダー？その真意に迫る。 の社会学者が考える今後の日本のエンターテインメントのキーワード一つ目はアジアジさんこれもう少し詳し詳くはやこう国の一つの国の中であるコンテンツが生み出されたり消費されたりっていうか考え方ではなくてどこで火がつくかわからないですけどアジアの広い文脈の中で捉えていくっていうのはとても大事なことで。 でかつての日本のミュージシャンたちはどちらかというとアメリカを見てたと思うんですね、うん、アメリカで成功するとか、はい、アメリカで評価されるとか、まあ、それはもちろん一つのあり方ではあると思うんですけれどもだけどこう日米みたいな捉え方よりかは日本を含めたアジアというふうな広がりの中で一つはまあ今後のエンターテイメントっていうのを考えていくしかないんじゃないかなと思いますねかもねね、うん、本当にそしてこのジェンダーっていうもう一つのキーワードを。うんはい そしてもう一つのキーワーー。ワド、それはジェンダー私の本で今回あの書いたそのまああの家庭の中でえ子供を育てるようにこうアイドルが育っていくのを楽しむみたいなそういう考え方ってやはりこうあの子供を持つことのまあが幸福だっていうふうな考え方であるとかあの男性の役割女性の役割というようないろいろなジェンダーをめぐるこうまあ。 約束事というか、こうあるべきっていうようなものに、かなりこう縛られている部分というのもあると思うんですね。ただ、音楽とか、こう実際に表現する人たちというのは。まあ、アーティストって大概、こう常識を打ち破るようなことをやったりだとか。今まで誰も考えてこなかったようなことを、こう思い切ってやるっていうようなパフォーマンスをする人たちにはそういうところもあるわけで、まあ、こう。 いいろろとジェンダーのこう,こうあるべきみたいなものに縛られずにのびのびと自由にやりたいという人たちもたくさんいると本来思うんですね。うんうん、だけどなかなかそれがあのビジネスの世界だと。 お茶の間にに当てに行かかななきゃいけないですからねそういったようなそのお茶の間向けっていうふうなことをあまりにこうそこに縛られてしまうと、うんまあ、なかなかこう新しい表現というのを生み出されにくいんじゃないかなというふうに思うのでそういうジェンダーの確率的な、うん、あの考え方いうん かたあのから少し自由になっていくっていうのは重要なことではないかと。<ら>いや,い,や白いですね。うん<ー>。例えば BL なんかだと<ー>タイの BL が<ー>あの大ヒットをしたりもしましたよね。ね映画はねやってるねたまに、うん、タイの BL の映画とか日本でもそうですね。日本にそのあのタイ BL のあの、うん、役者さんがやってくるとすごいファンが集まってくるとか<ー>そういうことってあるわけですから、まあそういうふうな具合であの広いこう市場の面に向けていくと。 でもやっぱこう中性的なな方がこうバンと人気になったりすするじゃないですか最近その私こうインスタとかバーって見てて検索のとことかにこう出てくるじゃないですか、えー、フォローしてなくても、はい、えすっごい綺麗な人いると思ってパッて見たらその氷川きよしさんだった時があって、うん、<laughs> <ー>でも氷川きよしさんもやっぱ今めっちゃそのずっと演歌歌手 からデビューした時から応援してたコンサバティブな演歌からねねあのおばあちゃんからの人気っていうのもずっとありながら、うん、その今の氷川きよしさんのスタイルがやっぱこう受けてて、うん、こう結構いろんな世代から人気出るようになったりとかね、うんうん、してるからこうなんとかこう打ち出してほしいですけどねい,<や>こういろんな価値観があるっていうのを。うん、さっっきデカミちゃん言たたみたいにやっぱ 予期せぬところから出てくるんでしょうね多分何かの計算してないとかうん、うん、カルチャーとかはおそ<で>らくなんかそのひかきよしさんが素敵なのもそひかわきよしさんが今自分が一番好きな状態でいるから素敵に見えてると思うんでなんかこれがよしこれ,これからはジェンダーレスやみたいな感じで、うん、打ち出したりとかすると多分、うん、その冷めてきますねあれは、うん、そのやっぱりそのちゃんと気づく人はいるんだろうなって、うんうん、アジアとジェンダー 今後のエンンターテイメントが楽しみねこのあと自身の著書にも通ずるという周東さんおすすめの本を紹介ということでカ紙ちゃん、はい、これね今日はずっと周東さんの新刊についてお話を伺ってまいりましたけど、はい、これ本の番組ということで周東さんの方からも推したい本があるということでお持ちいただきました。 ご紹介いたいともよろしいですかええー、漫画家おしみ修造さんのですね、うん、え知の和立ちとおかえりアリスというこの二作をご紹介させていただきたいと思いますまさかの漫画血の和立ちおかえりアリスなどを手掛ける漫画家おしみ修造は思春期特有の苦悩など負の方向性のテーマを得意とし奇抜なストーリー展開で人気を呼んでいます おしみさんとは私年もあの一緒で、はい、あの同郷なのでおしみさんとほとんど同じような境遇で少年時代を送っていたんですけれども、はい、この2作はですね、まあ、この血の輪立の方はまさに家族、まあ、特に母親と息子という関係をテーマにして、まあ、あの非常にこう、えー、作家 お修造さんの,この内面をどんどんこう掘り下げていくような聞き迫る内容なんですけれどもでそれに対して「このおかえりアリス」の方はですね、うん、男らしさとかですねうん、うん、ジェンダーのまあ、えー 問題を突き詰めていく作品でどちらもまあ私自身もこう家族とかジェンダーってことを今回の本でえあるいは同様の本の中でも考えてきましたので何かこう同じこう世代で同じような場所で育ってきたまああの全くあの違うあの道を歩んでおりますけれども非常にこう面白いあの論点を含んだあの重厚な作品だと思いますのでこの2作をあのご紹介させていただきたいと思います。 絵もね、すごく綺麗で、はい。うん帯にも毒親って書かれて。そうですね、毒親、ね、えー、彼女は究極の毒親と。えー、いや、着替えます。 周藤さんこのね同じく家族とジェンダーっていうのがテーマでしたけどいつかちょっとあのアイドルのファンサイドのこともちょっと社会学でなぜ応援しているのですかというその時は手紙ちゃんがちょっと取材協めちゃめちゃ協力させてくださいそしたらこの本読ませていただいてありがとうございますそんな最後に手紙嬉しい桃地さんのところがやっぱり一番こう熱量を感じたところだったので読んでもらってますからね本当に 次のテーマでぜひちょ検討いただければと思います、はい、<laughs> ということで本日のゲスト、えー、社会学者の周藤良樹さんでございましたありがとうございましたありがとうございました,ました公式 youtube にて見逃し配信中ホームページからバナーをクリックまあいつかはお店とかを持てるぐらいの、うん、大勢来ちゃいます朝倉さんのファンがもうみんなちょっと <laughs>、うん、一時期その開いたらその犬のアカウント見た